どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。使っていきましょう。エイシェトですね。新しく出ました、ジョマシリーズの一人となっておりまして、唯一、物理適性があるキャラクターとなっております。耐性はこんな感じで、まあ、そこそこって言ったところですかね。で、ステータスですけども、魔力以外を999まで上げております。で、ユニークスキルがそこそこ強い。アクティブにいる間、味方のジョマはクリティカル率が上昇します。まあ、ジョマ限定ですけども、入れてるだけでクリティカル率が上昇するので、いいのではないでしょうか。そして、スキルですね。専用スキルがあります。悪しき果実のむさぼり、ダメージを与えて、HP を吸収する技になるんですけども、そこそこ回復するので、いい感じではないでしょうか。そして、物理がありますので、刹那を使うことができるので、火力はそれなりに高いと思いますよ。では、早速、行ってみましょう。それでは、戦っていきましょう。とりあえずランダマイザー入れていきますね。で、とにかく、刹那が強いんですよ。刹那が強いんだけども、まあ一応、専用スキルはこんな感じですね。結構怖い感じの、技になるんですけども、まあダメージは刹那の方が高いので、基本的には、刹那で攻撃しつつダメージを受けた際に、回復していく、そういう感じの使い方だと思います。はい、基本は刹那だね。で、エイシェトとルシファー2段階、クリティカル率が上がっておりますので、結構クリ率は高いです。まあ外すこともあるんですけどね、外すこともあるんだけども、かなり、クリ率は高めです。 OK、 では倒しましょう。でね、コメントでもらったんですけども、ジョマシリーズでなんとかパーティー組めないかっていう、コメントがあったんですけども、なんとかいけそうな気がします。ジョマだけで意外と強そう。それをちょっと今度ねやろうと思いますけども、やっぱ強いよね。で、主人公だよな。主人公を結局どうするのか、そこが今すごい悩んでるところです。アタッカーとして使うのか、もしくはヒーラーとか支援をするバッファーとして使うのか、どれが正解なんでしょうね。多分コメントで多いのが、バッファーとして使うっていうのが多いので、それが正解なのかもしれないですけどね。 OK、 まあとりあえずそれもねちょっと今探りながらやっております。いや、しかしね、物理強い。物理が本当に強い。まあ強いというか、この刹那が強すぎるのよ。刹那が強すぎるし、まあこれね回復がすごくいいので、やっぱりエイシェトは素晴らしいアタッカーだ。ただちょっとね、見た目が怖い。見た目が怖い。ちゃんとね、なんだろう、白目じゃなくって目を綺麗に描いて欲しかったかな。ちょっと怖いんですよね。はい、はい、ということで今日はエイシェト使っていきました。このジョマシリーズ結構強いので、パーティーにしたら本当にねいい感じになりそうなんですよね。まあ、それもねやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。